ハローイブルアン、レッツエンジョージアワーカー、最強も撮っていきたいと思いますね。えー、今日のテーマはですね、さあ、えー、授業参加始めましょうというテーマでお話していきたいと思います。えー、撮影日は1月9日の火曜日ですね。えー、いよいよですね、えー、うちの生徒たちもですね、えー、全員、あの、学校、えー、今日から始まってるんじゃないかなというふうに思います。さあ、ゆっくり、えー、ちょっとギアをですね、えー、上げていければなと。で、まあ今週、 え今週は予備、あの準備運動と、<laughs> え今週中だけはまあ準備運動で、まあちょっとふわふわ、えー、した空気をですね、少しずつ引き締めながら、いよいよ来週からはもう本格的な あの通常モードに持っていきたいな生徒たちの気持ちをですね、えー、と思っております。で、2024年、えー、動画でも毎回話してるみたいにですね、えー、うちの教室の目標として、えー、全員卒業するまでには最低限、えー、アンザダを取らしたいなというふうに思っております。まあ、2024年一発目のそのそ、えー 方法としてですね、まあいろんな、えー、方法を試しながら、えー、チャレンジしてですね、どんどんあのー、子供たち安全第一に近づけていければなぁと思うんですけど、まず一つ目第一弾としてですね、ちょっと授業参加をしたいと思います。えー、ぜひですね、あのーえー、どんどん予約入れてほしいなぁと思うんですよね。えー、普段子供たちが どれだけ、えー、頑張ってるか、えー、お母さんお父さんが、えー、見てくれるだけで,です、ね、多分、えー、ピリッと引き締まると思うんですね気持ちがでそこでですね、まあ、お父様お母様にです、ね、来ていただいた時に、あのー、その安産代、えー、取得するためにどういう練習方法が、えー、必要なんですよという、えー、お話を、えー、ぜひちょっとサポートをお願いしたいという、えー、ところもです、ね、お話していきたいと思いますので。 よろししくお願いしますもうあす、の、で、ー、に昨年ですね、その安産代、えー、取得するために自宅学習の説明を聞いた、えー、保護者の皆さんもですね、今、状況、それぞれ進級した状況になってくると、また練習内容もあのー、変わってきますので、ぜひちょっと遠慮なく、えー、まあ、それとは別に、とにかく、えー、奥さんがですね、えー、常日頃、どういうような練習 をえー、どういうような姿勢でやっているのか、えー、ぜひちょっと見ていただきたいと思いますので、えーとまあ、どんな形でも電話でも、えー、LINE でも、あとはうちのその一度のシステム、えー、連絡帳でも構わないですしね、えー、とにかく、えー、予約入れてもらえれば、あの S、1コマ最大2組のご家族しか、あの、事業参観、ちょっと予約は入れずに行きますんでね、えー、なるべく早めに入れてもらえれば、今年の春ぐらいまで、あの、続けていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、えー、本日もですね、最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。